こんにちは、今回は総額70万円の最強装備で、ちょっと決闘場をやっていきたいなと思います。で、いろいろちょっとプロの方から意見を聞きまして、戦闘力を8万5000まで上げることができました。ここまで来れば結構モチベーションが高まるというか、ちょっとこれは嬉しいな。8万5000は結構強い。で、もうちょっと8万6000やから、で、これだけの装備をつけて、どれだけ挑めるのか、もう間違いなく今の、装備の環境の中で、トップクラス。だから、あとは腕のみだから、ちょっとこの装備で、決闘場やっていきたいなと思います。多分無双状態やろうな。8万5000に勝てるやつおらんやろ。あ、弱い弱い。人がゴミのようだわ。あ、ちょっと決闘場変わったんな。諦めた方がいいぞ。これ明らかなこの攻撃力のさ、昔までこう決闘。嘘だろ。強すぎてちょっとビビるぞこれ。相手の攻撃力の2倍あるんだが。ドラゴンボールでいうなんかクリリンとベジータが戦うみたいなそんな感じかな。小賢しいな。明らかなステータスさ。これが実力やで、実力。ていうかあんま弱すぎると思うんだよな。ただだってボタンを押してるだけで勝ててしまうから何の戦略性もないからな。諦めた方がいいぞ。諦めた方がいいぞって体力の差はあんまないんやけど、攻撃機会でも食らってしまったら負けてしまうからな、相手。通常攻撃でだいぶ食らって。全然食らん、全然食らん、全然大丈夫。あかんな。やっぱ総額70万ともなると、チートやな、チート。チート、チート。一回攻撃当てたけど勝てるやん、これ。でも決闘場のこの雰囲気、なんか前の、決闘場やってた時よりも全然なんか、見栄えがいいな。弱くないか敵。敵弱すぎてワロタシャンバリンなんだが。1万4000とか出直したらいいぞ。さすが犬やな。犬の、うわ。諦めた。明らかのステータスさに諦めていったぞ。小賢しいな。もっとさ、手応えのあるさ、噛み応えのあるさ、ハイチュウみたいなやつ現れんかな。ガムやとちょっと噛み砕いてしまうから、ハイチュウみたいなやつおらんかな。弱っ。ちょ、やる気あんのこれ。9000とかやばすぎだろ、これ。絶対リタイアもんやろ、これ。弱すぎる、弱すぎる。てか自分が強くなりすぎたんか。うわ。ワンパンやん、ワンパン。これだけ強ければ、結構全国1位とか目指せるんじゃないか。強すぎだろ、これ。4連勝。普通に100連勝とかいきそうやん。弱い弱い。ちょっと強いぐらいかな。弱っ。久しぶりに決闘じゃったけど、これだけ差がついていたとはな。あ、弱い弱い。当たってないぞ。ちょっと諦めた方がいいやろ、絶対。これだけのステータスが差があるんやから。あ、全然当たらん、当たらん、当たらん。ガードが、シーズン2になってから、できなくなったんですよ。カウンターか。なかなか、荒い技してくるんじゃないか。荒い技してくるんじゃないか。あ、しかも結構避けてくるな。やばいやばいやばい。やばい。こんな隠したい負ける？うわ、強い強い強い。6万のくせに。あ、結構やるな。結構やるやん。本気出していい。負けた。相手隠したやん。今のバグか。バグやな。あ、今と同じやつ。ちょっと懲らしめてやるか。6万5千やろ。一回でも攻撃当てることができたんだけど、最初欲しい。うわ。あまりにも実力に逃げていったぞ、同じやつやけど。さあ、次の相手は？もう誰でもいいぞ。どんどん強いやつ、こういう強いやつ。ワンチャン自分よりステータス高いやつ来そうやけど、もう9万とか来てもいいと思うぞ。多分今の最高が8、忍三郎さんで8万8千ぐらいやから、そんなにこう劇的に強いやつっていうのは多分いないと思って、9万いくやつおんのかな。8万8千ぐらいが一番、忍三郎さんが一番こう基準として、強い人の基準としてあると思うから、戦闘力8万8千ぐらいが最大やろ。いって9万ぐらいかな。
やっぱ1回でも当たると最強やな、これ最強最強好き。あー、だから今こうまあ決闘場とかにおいて勉強することはいかにして自分の攻撃を相手に当てるか、もう攻撃さえ当たれば勝ちやから、やっぱそこやんな。弱いな弱いな。まあもうちょっとこれまだ完璧な装備じゃなくて、まだまだこれ強化するところあるから、まあ8万7000ぐらいまでは上げれると思ってて、まあ8万7000ぐらいまでいけばここチートやからな、チート。あー、これでもうギルド戦においても全然足引っ張ることもないやろうし、間違いなく最強やわ。さすが70万装備やな。まあそのうちの25万は兄か、に吸い取られてるんですが、まあこのペットのフル超越とシーズン2の防具フル超越と、それから装飾品のフル超越、まあここまでやろうと思ったらな、ここまでの次元に到達しようと思ったら相当やっぱ時間かかるもんやわ。あー、この無双状態これやばいな、これさすがやな、強すぎる。あー、明らかなステータスだよこれ、強すぎて笑ってしまうな。ここまで強く、弱すぎるぞこれ。6200はさすがに笑ってしまうな。てか防具つけてるのかっていうレベルの話やんな。まあ多分これ、一発撃っただけで、てかそんだけステータス低いのやる、や戦ってくるっていう、その勇気だけは認めてやるわ。強すぎるなこれは、やばいやばい。まあいいや、6分ぐらいやってるんですが、ちょっともうちょっとやってみるか。まあジェムはどうでもいいんで、もうペットが当たったからな、ジムが50ぐらい減ろうが、あんま関係ない。あー、10連勝目指してみる、10連勝目指してみるか、全然余裕やと思うわ。この行きで、このステータス、この装備でいけばまだまだいけるし、8万7000ぐらいも上げることできれば、まあ、あとは体力とか、あの装飾品の、レベルっていうのがまだペットにおいての装飾品がレベル1なので、まあ、ここも強化していけば体力まだまだ上がるやろうし、全然まだまだいけるわ。これに実力が つけば間違いなく、ちょ遅いな、あれ戻れないと、あれ左のボタン押したら戻れない、あ戻れた。間違いなくこれ1位狙えるよな。あ、強すぎるわ。8万7000でも8万8000いきたいよな。8万8000ぐらいいくと、もう誰も勝てない。なおかつ体力も、ウッキー装備で、まあ、超越すれば、まあ、ほとんど負けないし、攻撃も高いし、文句はないなこれ。1回スキル当ててコンボ決めるだけで勝ててしまうこの状況。チートチート、うん、まさにチートやわ。バケモン相手してる、バケモン相手にしてるみたいな感じやろうな。うわペットがさ、鳥やから弱いね。うん、まあペットを犬にすれば相当強くなるんやけど、ペットが犬のじ、ペットが、あ、鳥の時点でもうその点時点で明らかにステータス差があるからな。あー、てかこれもう戦うまでもないよな。てか51レベルが弱すぎるだろ。っていうか知らぬ間に結構強くなったな。腕が上がったような気がするわ。なあ、完全に無双状態やな。3万4000とかやばすぎやろ。チートチート、あー、チート使ってるような感じやわ。まあ、マリカーでずっとキラーを使ってるようなそんなイメージやな。無駄無駄。あー、まあ、体力はな20万ぐらい相手あるから強いんやけど、あー弱いな相手、弱すぎるぞ。あー、全然 OK 全然 OK、 うん、まあ、半分ぐらい減ってるけど、スキルさえ当てれば、まあ、このざまやからな。あ、スキル1回星打って、スターショットじゃなくて、コンボ決めていけばもうその時点で勝ちやからな。 あと2連勝、あ、弱い弱い弱い、あと2連勝で、10連勝いきます。この10連勝は余裕やわ。もう20連勝30連勝はもう余裕やと思うな。ずっとガードしとるやん。弱すぎるな。押し打っただけでもすごい食らうし、あ、これ無双状態やな。まあ、57レベルの相手にこう、まあ、強い強いと誇っててもしゃあないんやけど、さあ、あと1戦で1勝で弱いな。同じやつばっか当たるわ。あー、まあもっとな、あー、なんかこの今
まあ装飾品で、ペットとか出たけど、なんか後々はアクセサリーみたいなのが出るみたいで、足につける装備っていうのが出てきて、足がこうキラキラ光るようになるみたいで、まあそこもまた果てしなくガチャが、まあ、お金が必要になってくると思うんですが、弱いな、弱すぎるぞ、弱すぎる無双状態とはこのことやな。まあ、ちょっと本気出すわ、本気本気。あー弱いわ、一撃あーさすがペットフル超越やな。あえて犬持ってたとしてもほぼ無敵、負ける心配が全く持ってないから、もう強いやつが欲しい。弱いな弱すぎるな、こんなんじゃ相手にならないんだわ。もっとさ9万とか8万8千とかその辺出てほしいな。正直ワンパンあまりの強さにリタイアしていたか。さあ13戦目の相手は誰か、誰でもいいぞ無双無双無双状態。あーまあちょっとね、これずっとやってても多分永遠に勝ってしまうから、あーまあ負けるまでやるっていうのもあると思うんやけど、強すぎてやばい続いて負けるまでやるか。いつも10分経ったらやめるって言ってるんですが、ちょっと負けるまでやってみるわ。こう負けへんぞ正直あまりにもステータッチサブアカみたいな名前しとんな、サブアカ、サブアカウントやろあいつサブアカウントが決闘場に出てきた、弱すぎるああ明らかのステータス、だって体力5500やで相手攻撃してきたのにさ、ガードも何もしてないのにダメージ受けてるんだが酔わないこいつら、どんだけ弱いんやこいつらステータス差がやばすぎるんだが、いやーこんなに自分が上手くなったっていうのもなんか感動もんやな、奇跡に近いわあー無敵無敵で1しか食らってないよ、1しか諦めた方がいいぞ、諦めた方が。まあ100連勝目指す、正直100連勝は余裕やな、こんな弱すぎるぞ弱すぎる、ああ弱すぎるぞ負ける心配がないなまあ20連勝もうすぐいきそうやぞこれ、もうどん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 強いやつ来てほしいな。さあ16戦目の対戦相手は誰か、誰もいいんやけどなあー誰でもいいぞ。まあ8万ぐらいの相手が出てこればちょっと本気出そうかなと思うんですが、ちょっと弱すぎるかな。あー正直感想を述べるまでもないっていうか、もう強い弱いのな評価ぐらいしか言えないよなこんなんなってくると星当てたらいいだけやんこれ、星毛、星毛やわ星毛、あー星の毛やわ星の毛エッグトマトの毛やな。あーさあ17戦目の対戦相手は誰か、弱い弱いまあ犬連れてるっていうのが大体な、あまあガチャで一生懸命やってたっていうのが伺えるから、まあ結構ガチ勢には入るんですが、まあ、こっちの犬はな30、超越してるんでもう相手からしたらどうやろうな、まあ裸ノーダメージ縛りで、モンスターハンターの裸ノーダメージ縛りでティガレックまたお前か、弱すぎるんだが、体力5000のやつやろ、体力5000の超弱いやつ超あーいやーちょっと弱すぎるなこれえ、ちょ待って、相手攻撃して何もガードしてないのにさ耐えきれなくて負けていったぞああまあこいつも弱いな、ちょっと弱すぎないこれ、てか自分が強すぎるだけこれ、明らかのステータス差なんがこんなもう戦うまでもないんだが、正直ステータス差で勝ってるんだが、もうこの時点で勝ちああいった弱すぎるわ。あちなみにこの水着アバターっていうのは、プレミアムアバターなんかな、ちょっとあまり調べてないけどどうなんやろうな。さあ20戦目の対戦相手はそろそろ来るか、強いの弱いな、まあ、ちょっと強いか、これちょっと手加減すると半分ぐらい削られてまたスキル貯められて負けるっていうパターンになるから、ちょっとこれ本気出すわ。まあ久しぶりの獲物やしな、しかも体力が多いとこいつ体力がすごい多い
チャリ結構多いな、うん、30万は結構多いと思うわ。ただこれで半分減らしてちょっと逃げるか、まあ、手加減はせずに、まあ、今のかわしたとコロコロをかわしたコロコロコミックをかわしたぞ。コロコロコミックは、お、強い、え、5万の相手やの結構強いぞこいつ結構今食らったよな。ただ最強装備の前では無力に等しいでもこれ結構相手が8万クラスとかの戦闘力持ってる相手だと、まあ、すごいいい勝負になりそうやな。あ、どっちもどっちで、あ、強い、あ、これ久しぶりになんか燃えてきたわ。しかも相手117連勝やぞ。これ止めたるわ、これ止めるぞこれ、うん、ちょっと本気でやる。117連勝はやばすぎ。ワロタシャンバリンなんだが、しかも体力40万って私の倍じゃないかあー、ちょっと待てよ、相手止まってるかこれ。危ない、これちょっと本気、あー、やばいやばい強いこいつ、いや、バケモン出てきたぞ、バケモン体力こんな、うわ、エッグベネズエラーな、エッグベネズエラえ、しかも相手ガード持っとるしさ、エッグベネズエラやな、ベネズエラやばい、ちょっと逃げるか。ただ相手ガード不能のやつ打ってきたらほぼ負けなんだが、まずい、慎重あー、強い、117連勝のやつ強すぎるこいつ、やば、今のやつやばすぎるわ。まあ、ちょっと久しぶりにちょっと、うわ、15位え、15位、え、やばない、え、こんな強くなったんか。あれ、いないぞ、あれ15位なのいない、あ、ま、不具合か、まあいいや。とりあえずあの117連勝のやつ強すぎ、ワロタはヒューゴ強すぎるな。え、これだけ装備強くてもあんなにこう歯が立たないもんやねんな。ちょっともうちょっと勉強するわ。